奈良マラソンは奈良県奈良市、天理市で開催される大規模な市民参加型マラソン大会である。2010年に年間を通して展開された平常戦と1300年記念事業の一環として、これまでフルマラソン以外のロードレース、ジョギング大会を軸に行った奈良春日大仏マラソン全国大会を第30回記念大会を契機としてリニューアルし、フルマラソンを加えた。 奈良マラソンとしてグレードアップすることになった。2014年の第5回記念大会よりフルマラソンに奈良県民特別枠が新設され2000人増員の12000人となり公表の3トルジョギングも500人増員の1500人となった。また2014年12月14日は第47回衆議院議員総選挙と重なったため、 男子行為スペースに予定していた奈良市、中央体育館が使えなくなったり、ランナーを一時止めて、投票に行く人を優先させる異例の対応を検討した。2020年大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、中止となった。2021年大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数を、例年の半分の8000人とし、 フルマラソンのみの開催となった。また、参加料も1万6000円に引き上げられた。参加者は1万8000人で、制限時間は6時間。第1回大会と第2回大会は、フルマラソン、1 0ル、三5キロメートル3キロメートルの全種目が1日で行われたが、第3回大会以降は5キロメートルが廃止されると、共にた日目は3キロメートルジョギング。 二日目はフルマラソン十キロメートルと二日間にわたって開催されている。数字マイナスは優勝回数、記録は大会記録。主催共催士官特別協賛協賛協力第二回大会より県域テレビ局の奈良テレビ放送と県内を広くカバーする近鉄ケーブルネットワークで中継が行われている。大会当日の八時三十分から奈良テレビで放送される。 1> 第1部と11時から KCN ファミリーチャンネルで放送される第2部で構成されており、第1部は奈良テレビ、第2部は KCN が中心となって制作している。なお、第1回大会は奈良テレビにて2010年12月30日22時23時23分に録画中継で放送された。ユーストリームにてインターネット配信を実施している。 テレビ中継の第1部と第2部の同時放送に加えてテレビ中継第1部と第2部の間に先導車両からのライブカメラ映像を大会当日の14時15時にはゴール地点からのライブカメラ映像を配信する第2回大会は u s t 配信スタジオモチードの第3回大会は u s t 配信スタジオ青2歳第4回大会からは奈良町は 今や TV が配信を行っている。ありがとうございます。